スコット・ピルグリム VS ジャナモな元カレ軍団は、2010年のカナダ・アメリカ、日本、イギリス合作の映画。原作は、ブライアン・リー・オマリーによるカナダのコミック作品、スコット・ピルグリムである、カナダ・トロント。売れないバンド、セックス・ボブ・オムのベーシストである22歳のスコット・ピルグリムは、中国系の女子高校生、ライブスと付き合い始めた。しかし、 ある日ニューヨークから引っ越してきたラモーナという女の子に一目惚れし彼女とも付き合うことになる。その後地元のバンド大会に出場したスコットは空から降りてきたラモーナの邪悪な元彼マシュー・パテルと突然戦うことになる。パテルを倒したスコットはラモーナから自分と付き合うためには7人の邪悪な元彼軍団と戦わなければならないと告げられる。カッコ内は BDDVD の日本語吹き替えキャスト原作者のブライアン・リー・オマリーが原作第一期を完了させた後、出版社のオニプレスとプロデューサーのマーク・プラットによる映画化企画が始まった。ユニバーサル・スタジオはショーン・オブ・ザ・デッドを完成させた直後のエドガー・ライト監督と契約した。2005年5月には脚本家のマイケル・バコールが雇われた。 2009年1月までにはキャスティングを終え、映画のタイトルをスコット・ピルグリム・ vs. ザ・ワールドに正式決定した。コミックの完結編の発表よりも早く脚本が書き上がり、撮影が始まったため、原作とは異なる結末となる。撮影は2009年3月にカナダのトロントで始まり、8月に完了した。ベック、メトリック、ブロークン・ソーシャルシーン、ブルートーンズ、 コーネリアスらがサウンドトラックとして楽曲を提供し、レディオヘッドのプロデューサーのナイジェル・ゴッドリッチが音楽監督を務める。また、他にゼルダの伝説の音楽が BGM として使われている。エドガー・ライトは音楽の使用許可を得るために、ニンテンドーに映画のクリップを送り、彼の世代の同様と評した手紙を書いた。サウンドトラックサウンドトラック版。 スコット・ピルグリム VS ザ・ワールドオリジナルモーション・ピクチャーサウンドトラックが2010年8月10日にアメリカでアブコレコードより CD とレコードで発売された。また、同年9月7日にデラックス版が発売された。2010年7月22日のコミコン。 インターナショナルでパネルが展示され、エドガー・ライトが選ばれた観客たちを映画のスクリーニングに招待した。また、7月27日のモントリオールのファンタジア映画祭や8月15日のロンドンのムービーコン3でも上映された。2010年3月25日にティーザー予告が公開された。5月31日には第2弾が公開され、ザ・ティン・ティンズ LCD サウンドシステム B, Your Own Pet, Cornelius, b l ッド d Red Shoes, p の音楽が使われた。MTV Movie Award 2010では、スコット・ピルグリムとルーカスリーが退峙し、戦い始める場面のクリップが公開された。映画版に基づいた、コンピュータゲーム、スコット・ピルグリム vs. ザ・ワールド・ザ・ゲームが発売された。UBI ソフトモントリオールが制作し、 アナマナグチによる音楽とポール・ロバートソンによる 2D が扱われている。2010年11月9日に北米で12月27日にイギリスで DVD とブルーレイが発売された。2010年8月15日日本公開が決定したと報じられたが、その後北米での興行失敗のために危うくなり、同年9月より、 映画ライターの渡辺林太郎による署名活動が開始された。翌2011年、夕張国際ファンタスティック映画祭で先行上映された後、一般劇場で公開されることが発表された。配給、宣伝をするアステアによると、シネマライズが本作を上映したがっていたこと、署名活動が行われていたこと、キックアスの日本工業が成功したことが、 上映決定の背景にある。2010年8月13日に北米2818巻で公開がスタートした。公開初週末3日間で約1050万ドルを稼ぎ、初登場5位の成績となり、2週目には10位となった。イギリスでは408巻で公開され、公開初週末3日間で約160万ポンドを稼いで、初登場2位となった。インでは本作を ファニーでオフビートと評され、ニンテンドーと MTV で育った我々はイヤードな世代の人間にはベストだとして10点満点で8点を与えた。ロッテントマトズでは81%の評論家が本作に肯定的な評価を下し、また平均点は10点満点で7.5点となった。メタクレティックでの平均スコアは38のレビューで100点満点中69点となった。 オースティン映画批評家協会の年間トップ10では第10位だった。ありがとうございます。